ちは。今日は、12月の処方硬筆、3、4年生のお手本を書いていこうと思います。まずですね、鉛筆のことなんですけど、この芯がカクンと直角になっていないこと、見てお分かりの通り、どこから見てもちょっと丸くなっているような感じですよね。この状態で書き始めます。で、実際に書いていこうと思うんですが、今回の3、4年生は漢字が結構入ってますね。小鳥の指揮者さんとまず書きますけれども、小さいという字ですが、はい、これマスですけど、真ん中線はありませんけども、いつも真ん中に線があると思って書きましょう。起筆しっかり入れますよ。こうしっかり入れておいて、斜め45度でぐっとまっすぐ下まで引いて、横へ跳ねるようなイメージ、あんまり上にガンって来ないように横に行くような感じで、ここからこうですね。で、右しっかりめがいいですよ。左よりも右が長く感じる方がいいです。で、これ外形取ってみると、ひし形のような形になってますね。これが結構やりがちなのが、こういうの、こういう感じになると、これ三角形みたいに見えますけど、これ位置的にもう少し上で、こうキュッとこういう形にしたいところなので、そのあたりちょっと意識しましょう。それから鳥という字ですね、画数がたくさんで難しく感じるかもしれませんが、これも中心から起筆しっかり入れて、スッときたらそのまま縦、この縦のラインあまり長くしなくていいです。ここですね、次横の線がたくさん来ますけど、上がっとくこと、必ず上がって、でキュッと締める。で、ここも短めにしましょうね。で、また上がって上がって、ここもこんな感じですね。これ下がってきちゃうと、もう下がきつくなってしまうので、必ず上がっておく。で、ここ強くギュッと締める。で、次ですね、点、1点目、2、3点目、4点目。で、この時気をつけたいのは、4点目が一番大きくなる。で、だん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 こう上がっていくような感じの方が綺麗です。そしてのですが、だんだん漢字が多くなってきたということは、マスであっても漢字とひらがなの大きさをちょっと見たいとこなんですよ。で、ひらがなっていうのは漢字よりも少し小さく見えた方が綺麗なので、まず漢字は大きく書くことで、少し余白が残るぐらいな感じで、こういうとこですよね、ひらがなは持ってきます。そうすると全体のバランスはとても綺麗に見えますので、その辺ちょっと意識しましょうね。それからですね、脳の書き方としましては、ここ、起筆を、まあひらがななのでそんなきつくなくいいんですけど、少しこうスッと滑らせてから出発した方がいいでしょう。それからここちょっと丸くするとより回りやすいんですよね。ここ上がってからこう回りやすくなるので、ちょっとだけこうカーブした方がいいでしょうね。はい、で次です。指揮者と書きますけど、指はここ、こういう風に持ってこないようにしましょうね。まっすぐ下ろしていいですよ。で、ここもの、さっきのとのと一緒で、少しなんですけど、こう滑らせながらこんな感じで持ってきてあげるといいです。そう、あくまでもひらがななので、ガクンっていう感じのこの入り方ではないってことです。ただ何もないとつまらないんですよ。こういうのもなんかあんまり良くない。これ結構やりがちなんですよね、つまらない感じ、これはあんま良くないですね。少ししなるかなぐらいな感じが美しいです。はい、木ですね、2本引きますが、その時ここよりちょっと内側に入るぐらいで、斜めにこれ持ってきた時にちょうど真ん中を通過するように持っていきましょう。で、こんな感じでしょうね。で、ここからこれ出ないように、はい、指揮者物という字、これ難しいですよ。こうグッとね、きますね。まず頭はしっかり出します。漢字なのでこういいんですよ、しっかり目でね。
で、ここはこっち向きにこう反る線、このまず2本の線の質を変えられるかどうか、1本2本、関数字の2がありますね、こういう風に上がる線とこっち側反る線、これの組み合わせ。それから、注意したいところ、ここからこう斜めに入るこのラインですけど、縦にならないこと。これどうしてもやりがちなのはこうになってしまう。で、こうになってしまうと次角のここになっちゃうので、ね、中心が変ですよね、これ定まらなくて。ってことはここからこっちに持ってこなきゃいけないんですよ。で、その時必要なのは左への動き、よいしょ、このぐらい、1、2、下にシューっていっちゃいけないので、手首の返し、ちょっとこの辺りね、気をつけたいとこです。で、なるべく中心ずれないようにいきたいので、こういう風にどっしりとね、しましょうね。で、これ基本の基本なんですけど、やや右を長くしておくこと、この時点で。で、それで最後左に合わせてこういう風に結びますね。そうすると自然と右が少しだけ長く出るっていう、これが理想です。はい、さです。さはさっき、あ、そうですね、 1,2 年生の方でもお話ししたかな。ここが長くし、しておくところで、ここ真ん中通過しといて横に跳ねたらこんな感じですね。そうすると外形が正三角形のようになります。これ二等辺三角形みたいにビヨーンって長くならないようにしましょう。それにはここが一画目が長くしておくこと、これが大事です。はい、じゃあ次ですね。はい、運ですけどね、この真ん中あたりからいきますよ。ギュッときて半分ぐらい戻ります。で、その時ほら道が少しね変わるように、帰ってくる時は少しだけ道がずれといて、下高さを合わせます。ここが一番下になるんですから、そこと同じまで下がる。そして向こうへ向かう、行き先大事ですからね。これこっちにくるんって戻ってこないように、このまま向こうへ行くようなイメージ。はい、丸。次ちょっと難しいですかね。音楽会場はって漢字がつながりますけども、この四角の中に漢字を書くっていうことは、やっぱどうしてもひらがなと比べるとひらがなの方が大きく見えがちなので、なるべく漢字は上ギリギリから気質しっかり出します。そしてここにも2が来ますよね。これ今回はここをきっと評価で求められてるとこなので、自分はちゃんとできてるよっていうのをアピールするぐらいでいきたいところです。グッと上がる線ね、これ自信持って書きましょう。こっち側は今度こっちグッと反る線、こちらもねしっかりと。で、さっきのこの火と同じね、この物を書いた時の火、ここにも来ますので、ここでもう一度同じことをします。1、2、そうで、そうですね、あともう一個注意点、この真ん中の1点2点ってあるこれですけども、ここちょっと補足しましょうか。1、2って書いたら、まずこれを下、少し下からいきたいんですよ。本当に少しでいいんですけど、ここに隙間を少し開けるぐらいな感じでいきます。なぜかというと、2個点があるものっていうのは1点目より2点目が高くなりますから、高い位置から次が出られるように下から書くということですね。だからもしこっち高くしたいって思いがあるなら、その前の部分を少し変えていかないと字が詰まってしまったりうまくいかなかったりするので、前の部分っていうところの意識少し持ちましょうね。で、楽しいという字です。これも難しくは見えますけどね、まあやってることは一緒ですから、ここちょっと出す。 それからここですね、 1,2,3,4、 こう対にして覚えましょうね。そして
ここから下に出てこないように、邪魔しないようにしましょう。下木がきます、こう長く。でここ縦のラインっていうのは気質しっかり出した方がいいとこなので、こうですね。で1、2、こんな感じでしょうか。はい、会場、会場っていう字、ここはこれしっかりしといて、こう屋根のように長めにこうしといて、ここはあまり詰まり気味にならないようにグッ、ここまた2が来ましたね。そう、同じものが結構来ますので、しっかりとね、ここ2、漢数字の2表すようにしましょう。でそこからそう、ムーを書くような感じなんですけど、力の抜き方とかこれ難しいですよね。気質グッと入れてこっちで、またギュッと入れてシュッと抜いて、で最後はグッと、ここの最後の右の止め、一番強いとこです。はい、上です。土辺ですから、下からスッ、そして右側あまり出ないようにおピシッと揃えますよ。でそしてこう払った先、この上からこうに来る感じですね。火を書いて長く1本で、そしたら次小さくシュ、横にね、左にこう行くようなイメージ、下には行かないですよ。なぜならここを広く取りたいので、広げてあげようっていう気持ちがあれば、多分これこっち左に行くはずなんですけど、そこからお尻ギュッと締める。で次1短く、2が少し長め、そうで、はですね、ひらがなですから少し小さめがいいですが、余白、こういうところ開けましょう。小鳥の指揮者さん、そうですね、音楽会場は木の上です。木という字、縦のラインしっかりと、でこうですね。そう、なるべく硬質って、大きくがいいんですよ。漢字は大きくがいいんだけど、この線ちょっと薄いんですけどね、その線にかからない程度に大きくがいいんです。かすれてるぐらいの、もうほら払った勢いでちょっとっていうぐらいだったらまあいいんですけど、ドカンといかないようにしましょう。でひらがなは一回り小さく、もうここの時点で大きさって決まりますから、ひらがなのその一画目、ここ小さく書こうと思ったら、これをもっと短くしたらいいわけですよ。そう、でそうやって考えると、バランスはだんだんこう取りやすくなります。まず1画目、この大きさですね。金の、はい、上という字、意外と難しいです。単純な字ほどね難しいって言いますけどね、こうまずこうしっかり気質大きく出していいです。これすごいつまんない字なので、こういうところで出してあげないと、なんかちょっとねかわいそうな感じになっちゃいます。グッと出して、で下に向かうに従って、これ強くなっちゃダメですよ。あんまり強くならなくていいです。そのままで来るか優しくなるかのどっちかです。でそれから上にギュッて上がる線なので、ここ次がね、あまり上に行かないように、この辺からこうですね、こんな持っていき方で、次はそれとは逆にこうです。この3本、はいです。はい、真ん中を、お腹ね出ないようにしといて、てんてん。で、スーは横長くして、真ん中じゃないですよ、右寄りに。で、少しね、これこうやって曲がって入ってくると、次、カクンって曲がるよっていうのの準備運動じゃないですけどね、その動き、ここ、少し入っておくこと。これ、次が楽になります。これ、1、2。ここをしっかり開けましょうね。で下ろします。で丸です。はい、3、4年生はい、小3でいきましょうか。いつもね4年生のこと書いちゃうので小3にしますね。で名前を書いて終わりです。で
こんな感じで見えますかね。一応全体像を写していきましょうか。はい、では分からないことは直接聞いてください。